カルロス・レナト・フレデリコは、ブラジル・サンパウロ州出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。日本での登録名はレナト。出身地の名を冠して、レナト・モルンガバとも称される。ブラジル時代、カンピーナス近郊のモルンガバの出身で、少年時代はフットサルで技術を磨いた。16歳の時に SE パルメラスのテストを受けたが、落選し、 そのしばらく後に、アダユトン・ラデーラの管理を受けて、グアラニ FC の育成組織に加入した。1975年に、プロ契約を締結すると、中盤のほか右ウイングやストライカーを務めた。1978年、カルロス・アルベルト・シルバ監督の下で、ゼノン・ヤゼ、カルロスと共に中盤を形成。同年のブラジル全国選手権では準々決勝の、 スポルチレシフェ戦や準決勝の CR バスコダガマ戦で得点を決めるなど全32試合に出場しチームメイトのゼノンや彼カかカの13得点に次ぐ10得点を上げて初優勝に貢献した1980年カルロス・アルベルト・シルバ監督と共にサンパウロ FC へ移籍サンパウロではオスカー、ゼ・セルジオ、セルジー・ニョラとチームメイトとなり4シーズンの間に2度の サンパウロ州選手権優勝を経験、個人としては通算298試合に出場し100得点を挙げた。1984年までサンパウロで過ごしたが、シリーニョ監督のもとでは構想外となり、1985年にボタフォゴ FR に移籍。ボタフォゴではクラブの財政状況やチーム内の人間関係が悪化していたのに加え、 自身も結果を残すことはできずに終わった。1986年にアトレチコミネイロへ移籍すると、テレサンターナやジャイル・ペレーラといった監督の下で副長を果たし、二度のミナスジェライス州選手権優勝を経験。1987年のコパウニオンでは準決勝で CR、フラメンゴに敗れたものの、サンパウロのミューレルに次いで得点ランキングの2位に入り、 ボーラジ・プラッタに選ばれた。また、1988年5月8日に行われた、ボア・エスペ・ランサー FC 戦では135秒間に、ハットトリックを達成している。日産自動車、横浜マリノス1989年夏、サンパウロ時代の同僚のオスカーからの誘いを受けて、日本サッカーリーグ一部の日産自動車サッカー部に、加入。同年8月、 合流後初の公式戦となったアジアクラブ選手権1989-90予選ラウンドでは第2戦のップ間戦で4得点。1989から90シーズンの幕開けとなる第14回 JSL カップでは決勝のヤマハ発動期戦こそ暑さにより制裁をかきむ得点に終わったものの2回戦の川崎製鉄戦3回戦の全日空戦。 藤田戦といずれも先制点を挙げる活躍を見せた。また、同年10月1日に行われた JSL オールスターサッカーでは、同僚の木村和志水沼隆志らと共に、ウエストの選手として出場し、水沼のアシストから一得点を決めた。加入当初は中盤での起用となったが、シーズン半ばからフォワードに定着。同年冬の 第69回天皇杯では準決勝の読売クラブ戦で決勝ゴール、決勝のヤマハ発動機戦でも同点ゴールを挙げて優勝に貢献した。リーグ戦では優勝の行方を左右する一戦となった第15節の小賀電光戦で1得点1アシストの活躍、第11節と第22節の日立製作所戦でのハットトリックを含む17得点を挙げて、 得点王となり、リーグ優勝に貢献した。翌1990から91シーズンは、第15回 JSL カップ決勝の小賀電工戦では先制ゴールを決めて、優勝に貢献した。リーグ戦では、読売クラブにすり負け3連覇を逃したものの、自身は10得点を挙げて2年連続で、得点王となった。1991から92シーズン、 第71回天皇杯決勝の読売クラブ戦では、エバートンの先制点につながる飛び出しを見せると、1から1の同点で迎えた延長戦では、水沼の左クロスを相手 DF を背負いながら、後方に落とし、木村和の決勝点をアシストした。さらに前線での巧みなキープから山田隆弘の3点目のゴールをアシストし、終了間際には、 ダメ押しとなる4点目のゴールを挙げるなど、全得点に絡み、優勝に貢献した。リーグ戦では1992年1月26日に、行われた第14節のトヨタ自動車戦を最後に、欠場が続いたため3期連続の得点王を逃した。ものの、2月7日に行われた第2回、アジアカップウィーナーズカップ決勝、アルナスルトンの第2戦では、 ハットトリックを決め大会制覇に貢献した。同年、プロ化により、横浜マリノスへ移行後もチームに在籍。成長株の神野拓也とポジションを争うことになったが、ナビスコカップでは、第4節のサンフレッチェ広島戦での一得点、第72回天皇杯では、無得点に終わった。1993年1月17日に、行われた第3回アジアカップウィナーズカップ決勝。 ペルセポリス FC との第一戦が日産及び横浜 M での最後の試合出場となり0から1のスコアで迎えた82分に山田のクロスから左足でゴールを決めラストゲームを飾ったブラジル代表としてはクラウジオコーチーニョ監督時代の1979年に初招集され同年7月26日に行われたコパアメリカ1979グループリーグ ボリビア代表戦でデビューした。コーチーニョの公認のテレサンターナの下でも引き続き代表に招集され、1980年12月から1981年1月にかけてウルグアイで開催された1980ムンディアリートではグループリーグ初戦のアルゼンチン代表戦に出場。1982年1月26日に、 行われた東ドイツ代表との国際親善試合で代表初得点を記録し、同年6月にスペインで開催された 1982FIFA ワールドカップの代表メンバーに選ばれたが、10番を背負うジーコの控えという立場だったこともあり、出場機会はなかった。1983年にはカルロス・アルベルト・パレーラ監督の下でコパ・アメリカ1983の 代表メンバーに招集され、決勝のウルグアイ代表戦を含む6試合に出場した。1987年、クラブでの校長ぶりもあり、カルロス・アルベルト・シルバ監督の下で4年ぶりに代表に招集。同年12月9日に行われたチリ代表との国際親善試合に出場し決勝点を挙げたが、この年が最後のブラジル代表への招集となった。 代表での通算成績は、国際 A マッチ22試合出場3得点。横浜 M を退団後、ジャパンフットボールリーグの日立 FC 柏レイソルに加入。日本でのキャリア晩年には、膝の軟骨に問題が生じ、医師からはサッカーを続けられなくなると診断されており、6ヶ月ほど在籍した後、ブラジルへ帰国した。帰国後、理学療法士を介して、 フルスノグアラニに練習参加の申し入れをしたが、連絡はなく、a ーエポンチプレッタへ加入することになった。ライバルチームへの移籍ということもあり、双方のサポーターからは批判の声もあった。その後、EC タウバテでプレーし1997年に現役を引退した。引退後は、サンパウロの郊外にあるイタチバでサッカースクールを開いていた。2015年に、 フルスのグアラニに復帰し、ユース部門のコーチを務めたが2017年1月に成績不振により辞任した。その後、トップチームのコーチなどの役職を経て、2020年時点では同クラブのベースコーディネーターを務めている。出展その他の公式戦。ありがとうございます。